愛媛三種旧日進館1884年明治17年呉服省麓屋の兵頭虎一郎が日進館として始め後愛媛三種株式会社となりました事務室と玄関三室のある三棟の建物は国土の歴史的景観に寄与しているものとして平成11年6月に 国の登録文化財となっています愛媛県では民間所有の建物の中で最も早い登録でした今もこの建物で創業されており大切に使われていますさあまずは玄関をご覧ください外観は1階の上下スライド窓の上部に三角のペディメントを施すなど洋風建築になっており その横は木造3階建ての3室と繋がっています。玄関を入ると広い土間ホールになっており、解雇の展示物やパンフレットが置かれ、会社や3修行の紹介がされています。玄関から事務室、中庭に繋がっています。中庭に入ると全面ガラス扉に覆われた木造3階建ての3室がそびえ立っていて、 とても迫力のある空間ですカイコは風通しが良いとたくさん餌を食べ成長するのでカイコを育てるには風通しの良い産出が必要ですまた掃除や消毒の換気の際にも開け閉めができる扉が必要であったため全面ガラス扉となっています奥に進むとカイコの卵を貯蔵するために設けられた冷蔵庫がありました 冷蔵庫といっても、石や土で作られた洞窟のような施設で、かつてはそこに山から持ってきた氷を入れて冷やしていたそうです。現在では電気で冷やして使っています。さらに奥に進むと、昔使われていた従業員の宿舎や、蚕の糞を貯めて肥料にするための堆肥舎などもありました。前世紀の頃は、 町内外の女性たち300人余りが働いていたということで、活気と笑い声に満ち溢れていたことでしょう。1923年、大正12年の記録によると、日清館の3種製造高は全国5位となっています。愛媛三種、旧日清館について、川原パティシエ医療観光専門学校声優タレント家の 中原由紀菜と森川雅子がご案内させていただきました。